皆さんこんにちは。本日の岩手弁講座、今日ご紹介するのはゴンボ掘りです。ゴンボ掘りというのはわがままな人のことを指します。それでは早速例文を使ってみましょう。マンズゴンボ掘りなわらすこだこだ。お分かりになりましたでしょうか。それではごきげんよう。はい、初めまして、小野寺かな子と申します。岩手県の生まれです。はい、役を演じる上で私が気をつけていることは、舞台袖とかでも集中力を切らさないことです。集中力を舞台上ですぐに出せるように、舞台袖でも役の気持ちでいることを心がけているんですが、そのせいで結構舞台袖で、変な顔、百面相をしていることが多いです。私は岩手県の生まれで、岩手も、お芝居も大好きなので、見に来たお客さんが、お芝居を楽しんでいただいて、かつ岩手県のことを好きになっていただけるような、来たいなと思っていただけるような、そういう舞台を、お届けしたいなと思っております。ですのでぜひ皆さん、楽しみに見に来てください。よろしくお願いします。